ハイロ・マニュエル・アセンシオは、ドミニカ共和国、3、クリストバル・シュー・サバナ、グランデ・デ・パレンケ出身のプロ野球選手、ウト・オミギウチ。現在は、フリーエージェント。2001年に、ピッツバーグ・パイレーツと契約を結ぶ。2009年には、40人枠に登録された。7月12日にメジャーデビューを果たした。最終的にこの年は、3試合に登板した。 2010年はルイスバルデスという偽名を使い、青年月日も詐称していたことが発覚し、プレーすることができなかった。2011年4月16日にピーター・モイランの DL 入りによりメジャーに昇格した。2012年3月29日にクリーブランド・インディアンスへ金銭トレードされた。5月28日にディーフとなった。2012年6月1日に ウェーバーでシカゴカブスへ移籍した。2012年11月5日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。スプリングトレーニングには招待選手として参加する。2013年3月25日にボルチモアオリオールズへトレードされた。開幕を参加トリプル a ノーォークタイズで迎えた。7月12日にメジャーに昇格した。7月28日に リーフとなった。10月4日に FA となった。2013年12月14日に久保のキアタイガースと契約を結んだ。2014年はチームで抑えを任され20セーブを挙げたが、11月25日に退団した。2015年1月22日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。5月29日に解雇となる。 2017年2月9日、メキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。6月6日に自由契約となった。2018年3月22日にメキシカンリーグのサルティオサラペメーカーズと契約した。2019年6月4日に放出された。アンダースローから繰り出される最速100ミリ約160キロのゴーワンピッチャーでストレートを主軸としている。ありがとうございます。